一曲はスピードメタルです。ピアノとバイオリンが入っています。二曲目はテクノ、スピードテクノです。シンセギターとシンセベースが入っています。バイオリンの奏奏部分もグレッグロッケンシピールの鉄筋の音に近いものでバイオリンと相当の相当に相当する音が入っています。また鍵盤による演奏も入っています。この時の鍵盤はハンマーアクション88鍵盤のフルピアノと同じタイプのものです。シンセギターソロとシンセベースソロも入っています。以上で説明を終わります。Next number.
Featuring Shinji Takeda. Are you ready? Thank you very much. This is the end. Okay. Merci.